どうも、続きです。さ、今回ですけども、今回はですね、このバッティングの時に前に突っ込んでしまう、これをね、どういう風に改善していったらいいかっていうことについてお話ししていきたいと思います。まあ、私もですね、あの現役時代ですね、こうどうしてもこう家に行って、まあ、タイミング外されたりとか、まあ、それだけじゃなくて、ちょっといつもよりボールが遅いとかですね、まあ、変化球が来たとか、まあ、いろんなことでこうどうしてもこう前に突っ込んでしまって、まあ、引っ掛けちゃったりとか、打てなかったり空振りしちゃったりっていうことが結構ねありました。で、まあ、そういうふうにね、あのどうしても打つときに前に突っ込んで打てないっていうふうにね、悩んでる方も多いと思いますので、今回はそれをどうやって改善していったらいいのかっていうことについてお話ししていきたいと思います。はい、ではですね、早速やっていきましょう。はい、ではまずですね、突っ込んでしまう原因ですね、まあ、大きく分けて、まあ、2つあると思ってます。まず1つ目はですね、こう構えて打ちに行った時に、上半身の方から先にこう動いてしまって、このまま前に突っ込んで打ってしまうっていうパターン。こう動き出しがですね、ステップしてトップ作りました、で打ちに行った時にこっちが上半身がこう先に行ってしまって前に突っ込んでしまう、その原因があると思います。でもう一つが、まあ、同じような感じなんですけど、構えてステップして打ちに行った時に、今度左足ですね、これがこう壁になって止まって打ちに行くんじゃなくて、これが一緒に崩れてって、まあ、上半身もそれに伴って一緒にこう突っ込んでいっちゃって前に突っ込むパターン、だいたいこの2つが大きな原因としてあると思います。まあ、実際私もですね、まあ、前に突っ込んでしまって打てない時って、構えてステップしてこうやってね、こうやって上半身がこう先にガッて行ってしまって空振りする、まあ、ボテボテ打ってしまうとか、ヒットが打てないっていうことがありました。まあ、どうしてもやっぱりこう打つんでバットにボールを当てるっていうことがあるんで、 手がねこう先に行きがちだと思うんですよ。で、体がこうどうしても行きがち、まあ、特に、まあ、小学生とか中学生とか、あと、まあ、まだこう初心者でやり始めの人とかって、やっぱどうしてもこう手でこう操作しがちなんで、こう構えて打ちに行った時に上が動きやすい、そしてそれに伴って左足もこう割れていってしまう、止まることができずにグググってね行っちゃうと思うんですね。なので、それを改善する方法を今回やりたいと思います。それでですね、まあ、どうやったらそれが治るのか、どういう風に実際にやっていったらいいのかって言いますと、使ってない箇所が1個あります。意識してない場所ですね。それがこの右足ですね。今上半身と左足のね、使い方がこううまくいってないっていう話をしました。あと1つ残ってる場所がこの右足ですね。この右足をですね、一番最初に動かすっていうことを、まあ、前に突っ込んでしまう人はですね、特にやってほしいと思います。まあ、それはどういう風にやっていくかっていうと、こう構えてステップして、今までは多分なんとなく上半身の方から、こう腕の方からこう動いてきて、まあ、左足で止めようとかね、なんとかそういう風に思ってたと思います。まあ、他にもいろんな原因があると思うんですけど、どうしてもこう上半身からこの辺からこう回転してしまう、まあ、そういう意識だったと思うんですね。それをですね、今回この右足に注目して構えてステップしたら、一番最初にこっから右足から動かすっていうことを意識して、こっからこの動きですね、この右足のこの内にこう畳んでくる、この動きを特にステップしたら意識して、こうやって動かしてみてください。で、これを構えてステップして、こう上からとかじゃなくて、こっからこういう感じで動かすようにして、こうスイングしてきます。で、こうスイングします。で、この時にしっかり右膝、右の腰、頭っていうのがここ一直線上にあるようにしてほしいんですね。これが多分突っ込んでしまうと、ステップしてこう軸がぶれてしまう、そうするとなかなか打てません。なので、構えてステップして、動き出しがこの右足の内側が絞れてくる感じで、このまま振っていくと、これで軸ぶれてないと思うんですね。で、結構これを意識するとですね、今までこうやって、まあ、どっちかっていうとこういう感じでね、勢いでこうバッ振ってた人にとったらですね、これがステップしてここで振れるようになると、ちょっとだけね、また間ができるんですよ。
このボールと自分が実際にポイントをする場所のちょっと間ができるんですね。そうすると今までよりもより長くボールを見ることができます。それにその例えば自分はストレートのタイミングで待ってたと、待ってたけど実際はチェンジアップだったっていう時に、多分今まではこうやって行ってしまってた、前に突っ込んでしまってたので、そのまま勢いを止めずにね、こう突っ込んだ状態で打ってたのがですね、こっから始めるようになるとステップしてチェンジアップだったと思ってもここで残ってるから対応できるんですね、今までより。まあさっき言ったように多少ボールを見る時間が長くなりますから、まだ耐えれます。突っ込んでしまってここが割れてしまうともう耐えられないんで打つしかなくなっちゃうんですけど、構えてステップしてここから右足から始動し始めるとまだ耐えられます。なので、まあ、ボール球とかね、チェンジアップとかタイミング外された時に対応できるようになりますので、ぜひですね、今までなんとなくこうタイミングで振ってたのを、特にこの右足から動かすっていうことを意識してステップして、この動きを意識して振るようにやってみてください。で、まあ、間違えてほしくないのはですね、これをこういう風に回すんではないんですね。まあ、この構えて似たような感じなんですけど、構えてこれがこういう回転ではないんですよね。こういうただ右足をこうクリッてするような回転ではなくて、こうね挟んでくるっていう感じなんです。イメージ的にはこう、まあ、よく小学生とかでこういう素振りとかあると思うんですけど、これだと力入ってないんで、なかなかこうバンって強い打球って打てなくて、こういう感じじゃなくてキュッていう感じのイメージです。こういう、こう打ち、ま、ここにまあバランスボールがあったとしたら、それをこう挟んでくるようなイメージの右のこう締め方っていうか、それをこうやってみてほしいんですね。こうではお尻落ちてしまってますし、力入らないんですよ。ただこう回すだけ、こういうのじゃなくてこういう感じで、こう違い分かりますかね。こんなイメージでですね、ぜひ取り組んでみてください。結構変わると思います。今までこう上半身でタイミング合わせてたなって、まあ、意識してようがしてなかろうがですね、突っ込んでたなって思ってた人は、特にこっからこのイメージで始めるんだっていうことをやってみてください。まあ、そうすると実際ね、あのティーバッティングとか、まあ、正面から投げてもらったりして打ってみるとね、結構感じ変わると思いますので、ぜひ取り組んでみてください。はい、ではですね、次に、まあ、実際どういう練習したらいいのかっていうね、まあ、その練習方法について次はお話ししていきたいと思います。はい、じゃあですね、まあ、実際の練習方法をやっていきたいと思います。どういう風にやるかって言いますと、まあ、普通にボール持ってティーバッティングするんじゃないですか。まあ、その時に何球かに1回、実際にここまでは一緒なんですけど、ボールは投げないっていうことをしてもらいたいんですね。普通にいつもピューンって投げて、何球かこうやって普通に打ってます。で、途中でピュッ止めると、その時にやっぱ今まで通り普通にバーンってね、流れとかで打ってるとこうやって行ってしまうと思うんですよ、前に突っ込むっていうこと。それをやめたいので、止められた時にしっかりここで止まってるかどうかっていうのを、まあ、実際のね練習で取り入れていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、やってみたいと思います。いきますよ。こんな感じですね。ちょっとピクリと動いてましたけど、こんな感じで止まると、キャこんな感じピクってはなると思うんですけどね、止まれるといいかなと。多分突っ込んじゃってる人はこんな風になっちゃうと思うんですね。突っ込んでる人だと結構こうわっ、結構もうこの辺まで来ちゃったりとかもすると思うんで、その時にあ、やっぱり突っ込んじゃってるんだなっていうことに気づいてほしいんですね。投げる方もあのそれが目的なんで、なんていうんですか、意地悪しないでっていうか、なんかみたいなこととか、中途半端な動きしないで、ちゃんといつも通りこう腕の振りとか変えずにさってやめるっていうね、それを何球かに1回入れてもらうっていう練習をすると、こんな感じでもうしっかりね軸で止まれると。で、来たら打つ、ここ一番最初に上で行くんじゃなくて、
ここで、ね、右足指導で打つっていうことを意識してやってみてください。こんな感じで止まれて、こっから動き出すっていうことをやれるとですね、結構これ簡単そうに見えるかもしれないんですけど、こうやってね動いちゃうことあると思うんで、ぜひこんな感じで練習に取り入れてみてください。はい、というわけで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日の夜8時にお会いしましょう。バイバイ。